を口に直接入れて、チクチュすることで、口の周りの隙間、口全体に行き渡らせます。おやすみ。泡のまま、隙間まで届くのですね。はい、おやすみ。濃密な泡で、薬用成分を隙間にしっかりとどめます。あとは、ブラッシングするだけです。これなら、磨きづらいベレッジ周りの隙間も、きちんとケアできそうですね。やだ。今知っておきたい話題のキーワード、おやすみ。寝てて銀ちゃん、そこ寝てて。そうそう、掃除機が邪魔ね。はい、どうぞ。お父ちゃんと一緒に寝てて。おやすみ。そっちかい。銀。やめて。なんでさて、お父ちゃんとこのゴロンしといて。ゴロンしといて。座るの？ゴロンしないの？投げ銭というのは、ライブ配信の視聴者が配信者に送金できるシステム。この投げ銭、親のお金まで使い込んでしまう未成年がいたということから禁止になったと思います。そして規制の3つ目が、いわゆる芸能界、あ、銀ダメ。座る。一見その一般の皆さんには直接何もないようでいて、じわじわとこう締め付けているんだろうなと。何かが始まってる怖い感じですね。うるって言ってるね。すごいって言ってるね。こんだけ SNS が発達してる中で、自分の気持ちって抑えられないかなと思うんですけど、習近平さんできるんですかね。そこは沈み溜まっているかなと思うんですが、じゃあ習近平さんの狙いはどうなのか。